陳略大転換12年閏3月11日は、中国南朝を代表する文学者、政治家。字は久文。送り名は殷。本願は、呉京郡、竹安市県。陳伯の子として生まれた。陳氏は元来軍事で頭角を現した、江南の豪族であるが、陳略自身は幼い時に父を、甲武帝に殺されたこともあり、学問に精励し学識を蓄え、南朝宋、清、遼の三朝に仕えた。南朝清の京領王将種義の招きに応じ、その文学サロンで重きをなし、京領8友の一人に数えられた。その後荘園の挙兵に協力し、南朝領が建てられると詔書令に任ぜられ、顕彰顕高に封ぜられた。晩年は武帝の不況を被り、優秀のうちに死去したという。このため送り名は、当初、文とされるところを、武帝の命により、殷とされた。歴史書では、僧侶及び、神女、蔡治を編纂した。詩の分野では、同じ、八友の仲間である謝、王徹らと共に、詩の韻律、形式美を自覚的に追求し、詠民体と呼ばれる詩風を生み出した。その理論として四声、八病の説を唱えた。南朝の同時代の文壇において最も重きをなし、無名であった劉京が、文心潮流を世に出そうとした時には、陳略に見せて評価を求めたという。両書本伝によると、彼の文集は100巻あったというが散逸し、現在伝わる文集は、秋代以降に再編集されたものである。ありがとうございます。